御殿場市や小山町では昨夜雪が降り、今朝雪化粧をした光景が広がりました。県東部は昨日上空に寒気があり、さらに関東にかけて局所的に前線ができたことから、御殿場市、小山町などで昨夜雪になりました。御殿場市内に冬の景色が戻ってきました。一面真っ白です。雪だるまを作って遊んでる子どもたちがいます。久しぶりの雪で子どもたちがはしゃいでいます。富士スピードウェイです。コース上はすっかり、除雪され、白と黒のコントラストがとても美しく見えます。県内は冷え込みが弱まり、明日以降はほぼ平年並みの気温で推移する見込みです。